うん、明るいところの下で、うん、またカバン抱えてるみたいな。あ、サシの林だけど、鈴木いる？あ、はい、いますけど、はい。あ、使用書の件で間違ってるから、はい、マジで困ってんだけど、早くしてくれる？あ、はい。はい。ちょっと、つなげます。少々お待ちください。皆さん、こんにちは。コツコツ日本語の水木です。そして、私の夫の、父ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、今日はですね、うん、会社員時代のエピソードを話そうと思います。なるほど。で、ね、そう。で、私たちは実は同じ会社で長らく働いていたので、うん、まあ、いろんなね、エピソードがね、あるよね。あります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 ね。ちょっとお酒飲んでるので、ちょっとテンション高めです。すいません。今日はリクエストがあって、方言を使って話してほしいっていう、なるほどね。リクエストがあったので、まあ、愛知県の方言ってあんまり強くないんだけどね。うん、ほとんど標準語に近くない？うん、普通に出ちゃう。出ちゃう。まあ、まあ、ここで話すときは結構方言使える。うん、方言ってなんだ？例えば、この辺で言うと。なんとかだらー。だらーとか。ジャンダラリンっていうね。ジャンとかジャンなんてたら、なんとか。でしょうがダラになるんだよね。そう。うん。あとは、何々しようが。しようはしまいでしょ。しまいか。しまいか。しりんは何言っちゃう？しりんは。やりん。やろう？やりな。え、しりん、まあ。しりんは、やればいいじゃん、みたいな感じでしょ。うんうんうん。まいと何が違うの？前は一緒にやろうみたいな感じじゃない、ね、一緒にって感じじゃない、そうだね。まあ自然に話します。そうしよう。うん、はい。うん。ということで、まあ、じゃあまずは、会社員時代の大きな失敗、エピソードといえば、うん、うん。まあ基本的に失敗はあんまりないですけどね。ないですかね。私はね、結構やらかしてるよね。あ、やらかしてるね。うん、私入社して、入社してすぐ。結構すぐだったからね。あの、給油のやつ。そうそうそう。まあ、ポッドキャストで前に話したことあるんだけど、うん、まあ、もう一回話すと、まあ、ざっくり話すと、うん、社用車、その、つまり自分の車じゃなくて、会社の車に、間違った種類のガソリンを入れて、うん、で、壊したっていう。ギュッとした。そうそう。ざっくり。うん。その時さ、私が、その事件を起こした時に、うん、多分私すぐ、うん、会社に連絡して、うん、どこどこで動かなくなりましたと。めっちゃ会社の近くだったよね。そうそう、会社の近くでやらかしたんだけど、会社のどこどこにいますと。うん、で、何？で、間違って軽油入れちゃいました。うん、どうしたらいいですかみたいな電話をしたんだよね。うんうん、で、まあ、そんな大きな会社じゃないから、うん、多分、なんていうか、その事件のことはすぐ社内に広まったと思うんだけどね。うんうん、で、その時社内にいたんでしょ、父ちゃん。どういう感じだった？まあ、ざわついててね、やっぱり。まあ、実際いくらかかるんだろうっていうのを自分で修理代ね。そう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 。ね、見たらなんか、もう、エンジン部分はぶっ壊れちゃうんで、うん、50万ぐらいかかりますみたいな。そう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 。そうそう、話し合ってね。それを送ったよね。そう、それを聞いて、うん、マジで終わったと思ったね。うん、1年目でそんな50万円、修理代、ねえ、出させるとか、もう本当印象超悪いじゃん。うん、悪い。もうだから、本当最悪と思って、うん。でも結局10万ぐらいで済んだんだよね。うんうん、50万円はかからなかったけど、うん、まあ一応10万円かかるっていうことで、うん、まあ社長に謝りに行けって言われて、うんうん、1年目のまだ若いね、うん、まだ若いし、こんななんか、なんていうの、おとなしい感じの子が、うん、何？ビクビクしながら社長のとこ行って、うんうんうん、間違えて軽自動車に軽油を入れてしまいました。申し訳ありませんでしたって謝りに行った。うん、だけど社長は笑って許してくれたけどね。うんうんうん。そうですね。そんな、いい会社ですね。ことだったね。うん。そうそうそう。で、その会社は、うん、
あの、業務改善をしたら、うん、業務改善をして、それを、うん、書いて転出したら、うん、500円がゲットできるっていうシステムがあったんだよね。素晴らしい。うん、で、あの、私は、その、私のような人がもう二度と出てこないように、間違えて経由を入れちゃう人が出てこないように、ある業務改善をしたわけですよ。ふむ。うん、で、まあそれはすべての、社用車の全部の、すべての社用車に、うん、あの、レギュラーガソリン、びっくりマーク。軽自動車のね、あの、給油口の蓋に。そう、給油口の蓋に、うん、レギュラーガソリン。レギュラーって書いてある。レギュラー、うん、びっくりマーク。黄色いテープ。黄色いテープを、そう全部貼って。そう全部の車に貼って。そうそう。もう、うん、私のような人が出てこないようにしたっていう業務改善をしたの。うん、給油するたびに知っとるわいと思って。レギュラーだぞっていう。ねあれで500円ゲットだから、ね。500円ゲット。けど、その後に同じようなことしたやつは。おったよね。え、誰だったっけ？なんかおったよね。私多分その時さ。え、レギュラーしたのに。え、誰だったっけ？じゃあなんかおらんかった。私はその時育休中かなんかでおらんかったんだけど、うんうん、なんか私と同じことして。なんかいたかもしれない。誰だったしたやつおったよみたいな LINE が。うん。LINE 来たもん。あったかもしれん。あ、違う違う違う。ハイジェットじゃなくて、なんか違う車にさ、あの、メガネかけた人がさ、うん、あの、ハイジェットじゃないのよ。もっとなんかでかい車、あったじゃん。アクアじゃなくて。違う違う、でかい。え？もうなんかトラックみたいなのに、ああ、はあ、間違ってレギュラーなんか入れちゃって。あ、ディーゼル車にレギュラー入れちゃったってこと？いたね、いたでしょ。うん、いたかも。そうそうそう。うん。ね。光源出てないよ。そう？うん。じゃあもっと飲まなきゃいけない。はい。うん。ということで、うんうん、まあ私、それが私のちょっとぶっ飛んだ失敗だったんだけど、たくさんある中の一つね。そんなないけどね。そんなないんだよ。まあ、うん、強いて言う。いろいろぶっ飛んでたけどね、私は。ちょっと今、喋れる範囲のものだとこれになっちゃうみたいな。やばいやつじゃん。やばいやつですね。うん、父ちゃんは何かあるの？僕は、まあ、めちゃくちゃ真面目にやってましたんで、そんなことは一切ないんですけど。どうだろうね、とも、うん。元同じ会社の人がさ、俺見たらさ、何言っとんだよって。ね、お酒飲むとね、やっぱね、楽しくなっちゃうからね。うん、お酒、うん、飲み会好きだよね、父ちゃん。飲み会そうっすね。好き。うん。だからやっぱり。会社の飲み会も？そう。会社も全然、なんか、飲む雰囲気とか、大好きなんで。私あんま会社飲み会好きじゃなかったからさ。だから、やっぱり、たくさん飲んじゃったり、楽しいから、いっぱい飲んじゃったりして。うん。そうするとやっぱ、あの、終電？うん。終電逃しちゃうんでね。やっぱり。逃しちゃう？逃しちゃう。乗ったんじゃない？乗ってないね。もう完全に時間がもう。なんで次は、6時間後の朝しか、始発しかないです、という風になっちゃって。そうすると、タクシーも捕まんないから、うん、まず歩こうかと。で、途中で、うん、あの、タクシー見つけたら、あの、乗っちゃおうかな、なつって、うん、いう感じで、やったんだけど、なんかもう、電車で30分ぐらいの距離なんでね、家まで。うんうん。うん。で、なんかもう途中までずっと歩いてって、そうすると楽しくなってくる、ね。酔っ払ってると。やばいね。サンダルでさ、その日は。うんうんうん、サンダルでずっと歩いてって。夏ってことね。夏。うん、で、やっぱお酒も飲んでるから、眠くなっちゃって、うん、途中のコンビニで寝ちゃったり。コンビニで寝るってどういうこと？どこで寝るの？コンビニの外の、あの、喫煙所みたいなところあるじゃん。だからもう本当にコンビニの窓。玄関ってことでしょ？玄関のちょっと。よく脇。で、邪魔にならないところもちろん。あそこでいっぺん寝て。どうやって寝るの？座って寝るの？そう。バッグをちゃんと抱えて、こう寝る。うん、どう、想像つかないんだけど、座って？座って。めっちゃ怖い人じゃん、それ。夏だから全然大丈夫。
え、こうやって寝るの？こうやって守りながら。こうやって寝て、そうそう。で、起きて、また歩く。よく寝ようって思ったね、そこで。眠いやね。眠い。眠いやん。いやー、怖くて眠れない、そんなとこで。で、寝て、起きて、うん。まあ、当然タクシーもないし、駅も遠いから、うん、また、まだ、その始発までの時間も、あるから、うん、もうちょっと歩こうと、うん。で、途中まで歩いて、またちょっとやっぱ、いっぱい歩くと、眠くなっちゃうんでね。子供じゃん。そう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 。街灯あるじゃん。うんうん、明るいところの下で、うん、またカバン抱えて寝るみたいな。そういうのを繰り返しながら。体育座りでこうやって寝るってこと？そうそう、もう本当にそう。よく眠れるね、そう、全然。人がいないところ、みたいな。だけど、ちゃんと明るい、その街灯の下で寝て、生きてますよ、みたいな。で、ちゃんとバッグも持ってますよ、みたいな。そんな現れたら。そうそうそう。で、それで寝て、また。夜中でしょ、それ。めっちゃ夜中。だから夜2時とか3時とか。やばいね。で、起きて、うん。で、まあ、またちょっと歩くんだけど、なんかもうそこまで2、3時間やっぱ歩いてるわけなんで。うん。で、そうしたら、なんかもう、このまま家帰れた方がなんか面白いんじゃないか、みたいな。うん、何が面白い感じになってきて、なんかもう、そのままひたすら、朝になってもずーっと歩くみたいな。怖い。ちょっと途中寝ながら歩いてみたいなのを繰り返して、結局、15、6キロ、うん、歩いて、6時間かけて途中で寝ては歩いてみたいなのを繰り返して、家に着いたっていうのが自慢です。やばい。何時に着いたんそれ。朝。だから、夜12時に出て朝6時。だから、次の飲み会ではちょっと反省して、ちゃんと、次は、バッグに、うん、ランニングシューズをちゃんと履いて、サンダルだと足が痛くなっちゃうから、いつでもちゃんと歩けるように、そうそうそう、シューズを持ってったっていう。次の飲み会でそうしましたね。そういうふうに、ちょっと業務改善。業務改善ね、500円。500円ゲット。500円出ないけど。会社から500円出ない。そうそうそう。けどね、それはあったね。やりました、やりました。うん。なんか日本でしかできないんじゃない？そんな。まあ、けどそうかもしんない。で、日本でも危ないよ、普通に。いや、けど男は大丈夫だと思う。よっぽど人も全然いないし、それが怖いのか。怖いよ、なんか。確かに。で、うちら同じ営業部だったんだよね。そうですね。うん。で、なんか営業部っていうと、まあ、日々お客さんと関わる仕事じゃん、うん、いろんな、何人ぐらいのお客さんになってきた今まで。え、まあ、まあ、1000はあるでしょ。マジ ?500 はあるでしょ。うん、半分に減った。いや、全然名刺の数は全然1000弱あると思う。あ、ほんと。すごいね。10年やったもんね。15年ですか、ね、15年もやった。でも15年、まあ、14、5年やってるよ。ほんと。うん。で、前の会社で、ね、前の会社14年で、ああ、今。やってるから、今も1年やってる。すごいね。じゃあ、あると思う。うん、ありますよ、うん、その中で、うん、1000人あった人たちの中で、うん、印象に残ってるお客さん、うんうん、とかなんか印象残ってるやつはなんかやたら不具合に厳しいやつみたいな、うん、でもいるよねそういうなんかさ、なんかいちいちうるさいうるさいやついるね。なんかいじめたいのかみたいな。ああ、めっちゃそう。ほんとそうです。仕入れ先をいじめたいのかっていう人いるよね。うん。相手の人が夜勤だったんだよね。うん、で、その夜8時ぐらいまで、朝8時から夜8時ぐらいまで残業してて、うん、あ、まあいいやって言って、その時に急に呼び出されて、うん、その夜勤で、8時から働いてる人に呼び出されて、うんうん、何時ぐらい？夜8時に。夜8時に、ああ、だからもう残業してお家帰ろうと思ってたら、うん、電話かかってきてみたいな。で、なんか、今からすぐ怖い。うん、怖い。なんでかちょっと覚えてないけど、まあなんか不具合があったんだろうね。うんうん、で、それで、まあすぐ、たんですよね、そのもう帰ろうと思ったの、うんうん、あ、そのお客さんのところに行ったの？そう、上司と一緒にし、うんうん、で、うん、なんかこうああだこうだ言われて、うん、で
そしたらなんかこの工場で起きたことがいけないはずだみたいな、うん、今すぐその原因をつかまなきゃいけないって言われて夜8時もうだから言ったら12時間も働いてるところから、うん、ああ、そうだね。父ちゃんも朝から働いてるから。そうそうそう。ここで急に今から原因究明に行くぞ。その工場に行って、上司と。で、なんか、で、そこでなんかいろいろ話をして、うん、で、それの内容を、なんか、対策書っていうのを作らなきゃいけない。これからは、こういうことが起こりましたと、うん。だからこれからは、こうすることで、次に、起こりません。再発防止できますみたいな。うん、普通はこう、1日2日かけて作るものを、うん、その人は夜勤だったから、うん、朝5時まで仕事してるから、うん、5時までに書いてこいって。いやいやいや、もう12時間働いとるし。正気ですか。そうそう。その人は今から働き始めるからいいけど、こっちは働いて。終わっとんじゃっていうことだよね。そうそうそう。終わっとんじゃ。どこの方言だよ。そう、わかんない。そうなの。本当にそうなの。うん。そうだよ。だから、本当に24時間働いてたって。で、朝5時までに、対策書を書いて。なんでそんな急ぐ必要がある？そう、なんか全然意味がわかんない。ただのいじめでしょ、それ。それはそうだと思う。うん、で、結局、そう、まあ、5時までに報告して、うん、よしよしってなって、で、うん、また次の日の8時に出社です。次の日の後じゃんがね。そうそう、だから同じ日オールじゃん。オールですよ。オールナイトマジで意味わかんない。確かに意味わかんないよ、それは。そうそうそう、そういう変な人いるよね。そういう人はいますね。うん、今やる意味そこまでありますか、うんうんうん、あれつはちょっとないですねっていう、うん、なんかやばいやつ言いなかった？あ、いるよね、うん。そういう、なんか普通日本の、うん、日本人ってなんか、特にビジネスまでは丁寧で、みたいなマナーがすごく、うんうん、正しいマナーで話したり、うん、敬語で、みたいな、うん、だと思うんだけど、うん、そうじゃない人も、もちろんいて、うん、いろんな例外はいる。本当に、すごい大きな会社でも変な人はいる、ね。だよね。変な人いる。マジでいる。なんか、うん、なんか、その、うん、ある会社に、大きな会社なんだけど、ある会社に、なんか、名物の、名物方がいて、有名な。なんか、有名なね、うん、方がいて、それはなんで有名かって言ったら、うん、口が悪いし、うん、まあ、マナーとか全然ないし、うん、なんか、まあ、すぐ怒る。みたいな、うん、ね、もうなんかカーンって感じで、すごい沸点が低いのかな？沸点低いね。沸点低いよね。沸点低い。うん、そうそうそう。そうそうそう、そういう人がいてさ、うん、見た。ね、そうで普通は、うん、例えばちょっと待って、電話するときね。電話するときに、じゃあ、私が、かける人やるわ。うん、急に、うん、私がかける、うん、父ちゃんが出る人やって、ちょっと。普通のやつね。うん。で、父ちゃんは、はい、わさび株式会社の人ね。俺はわさび。うん。で、私は、寿司株式会社、はい、いつもの、はい、YouTube で知ってるやつなんだけど、そうそう。寿司株式会社の人にします。はい、うん、やりましょう。じゃあ、まず、じゃあ、スタンダードね、まず。スタンダード。普通のやつ。普通の、うん、うん、普通のやつ。うん、じゃあ、うん、いくわ。うん。プルプル。はい、株式会社、わさびです。もうちょっとちゃんと言うでしょ。え？ポーズどんな、あ、はい、あ、株式会社。それはお酒入ってますから、ちょっと。ちょっと仕事モード行こう。マジでやりますか。はい、うん。プルプル。はい、株式会社、わさびです。いつもお世話になっております。株式会社寿司の林と申します。お世話になっております。営業部の鈴木様お見えでしょうか？はい、少々お待ちください。これが普通で。あ、そうだね。真面目頑張った。じゃあ、その名物、有名なその、うん、すごい人ね。やろう。プルプル。はい、株式会社わさびです。あ、寿司の林だけど、鈴木いる？あ、
はい、いますけど。はい。あの、使用書の件で間違ってるから、はい、マジで困ってんだけど、早くしてくれる？あ、はい。はい。ちょっと、あの、つなぎます。少々お待ちください。っていうね。やばいやつがいた。これ結構、そんな感じだよね、本当に。リアルだね。そうそうそう。本当にこんな感じで。取ったやつ負けみたいな、ね。そうそうそう。っていうのは。普通はちゃんと鈴木様とか、うん、鈴木さんとか言うのに、呼び捨てっていうね。びっくりするよね。びっくりしちゃう、ね。友達か、後輩か何かですか、うん、みたいな。うん、もうなんか、上から目線。上から目線すごいよね。あの人。食い先だぞ。誰とは言いませんけど、うん、そういう例外もいたよね。いますね。やっぱいろんな人いるよね。うん。やばいと。でも、まあ、それに比べればさ、ちゃんとうちら、うん、あの、スタンダードじゃない？ビジネスマナーとかね、ちゃんと、ね。いや、大体の人はそうだ。大体の人はそうだね。普通の人はそうだから。はい。じゃあ、そんな感じかな。なるちょうど30分になりそうなので。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。バイバイ。